第5回ドラフト企画第1戦を早速お送りしたいと思います。前半は、黄色ヤマピグルス、後半は赤の、コリズミーハーパーティーを僕は操作していきたいと思います。さあどっちが勝つのか行ってみましょう。スターティングラインナップです。ヤマピグルスは 4-1-2-3、 注目選手はやはり7番クリスティアーノ・ロナウドでしょう。彼が点取れるかにかかっております。守備はねちょっとザルなんで、たくさん点取っていきたいと思います。そしてコニズミーハーパーティー、注目選手は僕は9番大迫選手です。日本人中心のメンバーの中ね、彼がいかに点を取ってくれるかというのが、チームの勝利の鍵だと思っております。いや緊張してきた、めっちゃ緊張する。これはかなり大事な一戦だと思いますので、早速いきたいと思います。いきます。まずは落ち着こう。まずはねキーパーもボールを触って落ち着きましょう。実力差さあ全くありません。全くないね本当に。世界でも注目の一戦です。今日はそれぞれにスピードと連携が機能するワールドクラスのゲームが期待できるでしょう。オーケー。両チームともパワーとテクニック、まあ、いわゆるゴーと中どうだ。おいおお、やったー、先制はクリスティアーノ・ロナウド。宣言通りやる男よ、やっぱり、ね、やる男、本当にあなたはやる男。もう本当そののび太くんのようなユニフォーム似合ってる。何もね、すべてを着こなせる男、さすがです、イケメンです。はい、まあ、なかなかいい展開でした。ここからさらに大外に開いてネイマールからの優しいクロスにロナウド、ロナウド、素晴らしい。ドラフト1位、制限なし1位のロナウド、さすがです、完璧ですね。ドフリーですね。いやもうかっこいいっす、このポーズ、さすがでございます。でもうちのチームは非常に守備がザルですので、なんとかね、はい、はい、なんとかこう1点でも多く取らなければなりません。ゲーム立ち上がりから自分たちのサッカーがしやすくなるということですよね。いや本当にザルなんで頑張れ。本田、内田へ。いやうまい、うちなんだその緩急は。このボールは繋がりません。いいよ、クリアでいい、クリアでいいと言ったのに繋いでくれる。おいおい、ファールファール、ここでファールを取られます。危ねえ。そしてはえー、大迫か。でも守備意識が高いっていうのは素晴らしいことですよ、本当それは褒めましょう。あ、ブスケツじゃねえんだ、なるほどね。これは余計なことをしたんじゃないでしょうか、大迫若干。まあまあまあ、守備意識の、ね、高さっていうのはチームを助けようとしてるってことですので、それはよく考えましょう。うん、なんか合わねえな。ボールはネイマールへ。あー、バカ、ネイマール。横横。今のは室谷に出したかったのよ、ネイマールちゃん。ネイマールちゃん。うん。連携連携。ちょっとうちのチームは連携がいいのかが若干自信がないんでね。スルーパスを出す。怖い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 、こういうスルーパス怖い。あー、つなぐし、しかもコーナーキックです。相手選手に当たりゴールラインを割っています。コーナーキックね、あっち高さありますからね、結構怖いですね。いや危ない、危ない、危ない。ウッチディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかしウッチ、ウッチ上がってんじゃん、おぶねー。今は死ぬほどヒヤッとしました。はい、レスユナイテッドがこの序盤で1対0という状況をどうご覧になりますか。リズムが出てきますよね。どうだ、頼む、拾ってくれ。うわー惜しい。前半です、レスユナイテッド現在ファーストハーフ中盤で1対0とリード、さらにはポゼッションで相手を上回っている状況です。立ち上がりからキープできていましたし、さすがに無理、流れがどこまで続くかが注目ですよね。戻れ戻れ、うわわわわ。さあここでカウンター、ボールのところパス、ロナウド、お前ならいける。庄司な、さすがですね、さすが庄司。前へ蹴り出します。オーケー、
怖いよ、室谷怖いよ、一旦戻そう、そこあた怖い怖い怖い、おー危ない、ありがとう香川そういうのうまい、中島、おお、長谷部、ロナウド、オッケー、香川に渡る、香川そこだ、素晴らしい、あー、デブライン、あー、オッケー、デブライネから室谷、オッケー、うわー、ちょっとナイスディ、いいシュートでした、絶好のチャンスでしたけどもね、これはね1点で終わりたくないんだよな、いかんせん守備がザルだからな、うちのチーム、なんとかもう1点欲しい、さあ、おお、前から取りに行こう、お、ラッキー、ラッキー、ゴールキックです、え、ゴールキック、ゴールキックなんかちょっと不服だな今の、いやーゴールキックか今の、おい跳ね返せ、そういうのは怖い、そういうのは怖い、いいプレッシャーです、あーよ、合わない、なんで、一旦キーパーに戻します、いやーなんでだ、島崎へ、 へこむ今の、パスで、いやうまい、いいよクリアで、あま無理すんな、パスをつなげます、無理はせんでいいのだ、ナッツパスの展開だ、しかし大丈夫、はい大丈夫です、怖いよ、バカ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 、なんでそこ横なの、なんでそこ横なの、危ない、バカバカ、今俺ちゃんと縦押す、なんで縦向いてんのに急に横出すんだよ、しかもいるのに、ねえ、いや分かるよ、俺が斜めを向いちゃったとこでパスボタン押してそうなるのは分かるよ、なんで俺縦に出したくて縦を向いたのにさ、あんた横に出すのよ、え、なぜですか、中島、そういう状況の判断もできないんですか、ちょっとデスユナイテッドとしてはラファエル・バラン無理はしないでしょうね、前半もうすぐ終わりますからね、頼むよ本当に、これ大事な試合だからね、本当、カット、頼むぜ、ねえ、なんか両チームともピリッとしないよ本当この試合、なんか驚くほど両チームともこの試合ピリッとしないで大丈夫か、本当ねえ、あんま僕も文句言いたくないんですよ、だけどなんかちょっと本目のコーナー、ちょっとね、この大会の重要性にピンときてないような気がしますよ本当に、うわうまい、柴崎、いかーん、戻れー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 、うまい、いいボールだ、うまい、クリア、何でもいいからクリア、柴崎奪います、裏を狙っていきます、何でもいいからクリア、いいボール出たんですけどね、自分で持っていけるか、スルーパスを、うわー、さすがに無理か、セルギオ・ブスケツ、裏取られんねよ、裏取られんねよ、 OK OK、 おー前半終わりました、ピリッとしない前半ですね、両チームとも非常にピリッとしない前半でした、後半は僕は、赤の小泉派パーティーの方を操作していきたいと思います、では、早速いきましょう、リードを奪えたのも良かったんですけど、はい、そう、リードを奪えたのは良かったんですけど、それだけですね、本当に、後半も守りを固めつつ、操作を変えていきます、はい、で後半は僕は本気で、コニーズミアパーティーの勝利を、いきますので、はい、今から非常にメンタル的には複雑な、時間が始まって、まあ、パス弱い、さあ長友さん1-0リードです、さあ繋がるか、
さあ長友へ、落ち着け落ち着け、こうだ、オーケー、惜しい、これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。リーチで、ね、しかしやはりここは決めておきたかったところですね。日本人が多いだけありましてですね、はい、こういう細やかなパス、そしてまあ日本語で意思疎通ができる上でのコンビネーションですね、はい、こういうところはあの非常に売りだと思いますので、パスワークでいこうかなと思います。デブライン、はい、やっぱりね、うん、うちのチーム非常にチグハグだよね。あ、ごめん、ヤマッピブルース非常にチグハグだよね。うちのチームってね、今うちのチームあのポニーズミハパーティーですので今出現ですけれども、はい、なんでの能力値の高い選手は揃っておりますが、いかんせんあのチグハグでございますので、ただね、はっきり言ってこれね、お互い様なんだよね、このチグハグなところ。庄司さすが、本田、柴崎へ、おお、うまい、お前裏狙いよ、あー、さすがに無理か、うわやべ、うわやっぱそう来るときた、高速来ると思った。 OK、 ルーズボール、うおおおおびっくり。そうなんだよね、個人能力が高いからなんかこういう何でもないプレーが入りそうなんですよね。決定的なチャンスを収めることができませんでした。おお、いいよ、あー、戻すのがね、いくらなんでもそれは無理だろうって話なんですよ。おお、どうだどこだ、おお、惜しい、しかし本田、うわー、前から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 、いいんじゃないこれ、双眼ハッター、双眼ハッター、びっくり。いや本当、正直言います、ドラフト企画編の方の動画を見ていただきたいんですけれども、私、曽我畑選手のことを不安要素だの、お荷物だのいろいろ言っておりましたけれども、すべて訂正させていただきたいと思います。申し訳ございませんでした。あ、うちのコーナーキックでした、すいません。うわー、びっくり。さあどうする、さあ本田どうだ、これいけるだろ、うわー、ふー、大迫、わずかに上、いやー大迫さん、あとは決めるだけ、クロスも完璧だった。まあでもちょっとディフェンスの寄せがいいというふうにちょっとね、フォローはしておきますけれども、はい、大迫さん頼みます。クリスティアーノ・ロナウド、やっぱり強いロナウド、ロナウドから左サイド、おお、さすがウッチ、中島翔也のドリブル突破は許しませんよということでね、危ない、読まれてた。セルヒオ・ブスケツ、ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。うわあ。ベスユダイネットとしては負けてはいますけど、ネイマールがあそこまで戻ってますね。まあ悪い状態ではないですから、最後まで攻めてほしいですね。おい、うまい、本田さん、素晴らしい。ありません。ああ、読んでる、早い。おお、びっくりびっくり。裏へ届くか。どうだ。いや惜しいシーン、うわー、大迫さん遅れたのか、危ないシーンでした。ベスユダイテなんだろうね、この本当にピリッとしないな、この試合。いや、ここはうまかった、だが伊藤がね、足早すぎて突っ込んでくるの早かったね。もうちょっとタイミングずらしてくれると大迫さんのパスから最後伊藤いけたんですけど、攻撃をやり切ってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。足早いからね、うん、まあ足早いというかタイミング合わせてくれってだけの話なんですけど。さあ左サイドへ中島、オッケー、オッケー、うわー取れねえ、両チーム密集しています。いやそこだよ、大丈夫だ、これは合いますね、パスが強い。しかし長友、大迫が厳しいプレッシャーに先ほどからさらされていますね。 OK、 うまい、そうですね、まあ、一番シュートを打ってきている選手ですからね、チーム全体、これはいいだろう、うわうわうわ、カウンター気をつけろ、伊藤戻り、最後のドリブル早い、ああ緩めてきやがった、こいつ
まいな。縦へのボール、これは大丈夫だ。一旦落ち着こう。柴崎、さて長友へ。長友、あー読まれてる。そして無言になってしまった。思わずそう、このまま終わりたくないですよね。なかなかね、うん、後半になって良くなってきてる気がするんで、終わりたくはない。さて、これ来ただろう、来ないのか。うわー、超パスコース見えたのに今。うわー、曽我畑やりよるやんけ。ちょっと柴崎、裏のスペースへ上げてくる。これはどうかな。カバーしましたよ。サイドへ、柴崎から長友。これえぐれるんじゃない。早く上げたいところ。中央、うわい、うん、これいいですね。どうだ、右足になっちゃったね、本田さん。ミドル得意ですからね。本田、結構チャンスは作ってんだけどな。しかしあっち強い。おー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 、怖い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 、危ねえ危ねえ怖え。あ、うまい、ムロヤ、オッケー。うわ、取れない、危ないよ。いや、キーパーの反応、びっくり、素晴らしいですね。これはナイスカットでしたね。で、これよ、ほんと、まあこれはコウスケよく止めた。しかしさっきのあのクロスバーは助かりましたね、本当に。怖い、やっぱり強いっすね、相手。危ないですね。うーん、これはクロスバーのわずかに上。うわー、危ないな。やっぱロナウド強いね。うん、ネイマールもなかなかやらしいところのポジション取ってきますね。はい、ということで、第1戦は1対0ヤマッピブルースの勝利となりました。追いつけませんでした。いやーね、コニーズミハーパーティーもかなりチャンス作ったよ。かなりチャンス作りましたよ。だけど決定力やっぱ勝敗を分けましたね、本当。あとまさかのクリーンシートでした、ヤマッピブルース。でも相当チャンス作ったからね、コニズミハーパーティーも。本当決めるだけだったと思いますね。だから守備は決して良くはないですね。これですな、うん、なんでか知らんがと不利になったもんな。S ユナイテッドが最後まで攻めきれず、ここだよね。これ以外はフリーで打たせるっていうのはそこまでなかったと思う、ロナウドに対して。いやー、冨安がマーク外しちゃいましたね。これね、うん、いらないイエローカードでしたね、うん。さあ、そして、まあ、本田からの、わ、これは惜しかったね、ウッチ。これはどんなプレーだっけ。はい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 、はい、ここに合わせてくるやつね。あ、これバカのやつだ、バカのやつ。本当に危なかった。いや、本当に危ない、大迫さん。さあ、これはお、まあよく止めたよ、本当に。なんとかね。で、大迫勇也、まあ、これも後半になっております。この素晴らしいパスから、うん、ちょっとね前向くチャンスはあったかもしれないですね。これは怖い、なんでもないプレーなんだけど、この距離からこのシュートですからね。いやー、ロナウドやっぱさすがですわ。で、これですよ、前からボールを見事に奪って、これはナイスセーブだ、曽我畑。ナイスセーブだ、曽我畑。よくやった。本当に。で、これも、うん、まあ、寄せられてるけど、枠飛ばしてほしかったね、大迫選手。で、これもあれだよ。だいぶチャンスだった。うん。
だいぶチャンスだったけど、もうちょっと腰をぐっとひねられるとね、枠に飛ぶんですけどね。ロナウドなら飛ばしてましたよ、うん、それが多分世界トップクラスとの差なんじゃないでしょうか。ポストプレーはめちゃくちゃうまいからね。でこれもいいパスから、いいパスから、うわー、アクロバティックでしたね大阪を。これも曽我畑ナイスセーブ。まだ続くんですかね。あ、これだよ俺の完璧なパス。いや見えたんだよなパスコース。ど正面っていうね。まあ吉田いいカバーでしたよ本当に。で最後、そうこれね、ワントラップ目がうまかったですけど、コウスケよくやりました。はい、まだあるのか。あ、そうか、最後、うーん、ロナウド、まあ1点で抑えられたっていうのは良かったんじゃないですかね。あの得失点差っていうのが今後、生きてきますので、はい、コリングミハーパティは次につなげられる、まあ、いっぱいだったんじゃないかなと思います。マンオブザマッチは、クリスティアーノ・ロナウドです。で次の試合は、誰だっけ、次の試合はコニーズミハーパーティー対、カーター・ブラック・シャウツ、ヤマティ・グルスは1試合お休みというふうになっております。それではまた次の試合をよろしくお願いいたします。